八当寺古里村八当寺古里村は、岡山県備前市吉永町鏡にある、岡山県指定の町並み保存地区の名称。標高約400メートルの大地に、現在もかやぶき屋根の民家や段々畑が残り、日本古来の農村の景観を今に伝えている。八当寺古里村は、山岳仏教の道場として、古くからの歴史を持つ。 現存する茅吹屋根の民家を利用した民族資料館や宿泊施設などがなどの整備が行われている。現在は十数軒ほどの民家が点在している。民族資料館8当時古里村では、江戸期の茅吹民家を備前氏が復元整備し、民族資料館として一般に公開している。当時の農機具や生活用品が展示されている。入館料は無料。 寺市鏡山八当寺天台宗の寺院。本尊は十一面観音。池田谷崎新の釣り鏡が境内にある。江日山高賢治神言宗の宿坊寺院。本尊は不動明王。宝樹院と明王院が十七世紀に合併し、今の名称となった。八当寺山標高五百三十八メートル。頂上には行者堂がある。 途中に展望台があり、天気の良い日は、ちょうど島が望める。日吉神社吉長町指定の天然記念物である、樹齢約700年の小布の木が、境内にある、国際交流ビラ外国人専用の、市営宿泊施設とされていたが、現在は、日本人も、宿泊可能。かやぶきの歴史的な建物でできている。都市密案かやぶき屋根のレストラン、宿泊施設もある。 八刀寺山荘かや吹き屋根の農家を一築改造した宿泊施設。五輪島、石小詰の塚鎌倉時代の石像、行者が記念し、生きながら成仏したと伝えられている。荒屋敷屋と上級の乱で敗北した後鳥羽上皇が宿泊したと言われている。三条が蘭八当時の旧石。 三条河蘭八当時の三重塔跡戦壇で消失した八当時本堂と三重塔は、宝永三年、池田綱政により再建された。しかし、完成二年の火災で寺は消失。その後八当時は再建されたが、三重塔は再興は再建できず、礎石だけが現在も残っている。中国自然歩道休憩所会畑の水車小屋と、トイレや休憩所、公園が整備されている。 吊り橋木造の吊り橋。三国郵便局木造のレトロな郵便局。最新の ATM が設置されていた。かつては、周廃郵便局であった。平成18年9月11日に周廃業務を、吉永郵便局へ移管して、無周廃郵便局となった。平成24年3月31日に廃止された。飯森山城、赤松吉村の家臣。 思想作十郎が守備した城の後、望みが丘キャンプ場ふるさと館同地区では映画黒い、雨や、テレビドラマ八つ墓村やホタルの墓撮影が行われた。ありがとうございます。